金州博物館は、写真の中央、後方にかすかに見え、前方向かって、左は新生少年宮、右は新図書館金州博物館は、中国領年省大連市金州区にある博物館で、現在の大連市中心部は20世紀に発展してきたのに対して、金州は、元代からこの地域の中心であったので、歴史上大切な文物はこの博物館と、旅順博物館にある。 金州は歴史的には中国両東半島の中心都市で城壁に囲まれた大きな町であった。大連の中心地は20世紀以来、旅順は19世紀後半以来発展した町である。博物館も大連には大連自然博物館、大連現代博物館はあるが、歴史的に重要な文物はこの金州博物館と旅順博物館にある。 城壁を巡らした金州古城の模型級、金州博物館は日本が広域大連市の南半分を咀嚼していた時代の1928年に建てられて金州の町の中心の現在の広大広場に面した木造2階建ての建物にあった。ここは金州民、勤務会所であった。博物館の展示物には金州が城壁に囲まれた頃の成功な 金州古城模型などがあった。また、日清、日露両大戦で、日本陸軍が、どのように、まず、金州を攻撃、陥落させて、その後領順へ向かったかの図解も日本語であり、中華人民共和国が成立以降は中国語に書き換えられて、どのように金州が侵略されたかの展示になった。金州の北郊外の永安大街888号に、 金州博物館が新設されて、旧博物館の展示が徐々に引っ越し、二千十年頃から公開されている。周りは、金州区図書館、金州区聖書年宮も引っ越してきいて、新しい公共建物地域になっている。新博物館の建物は四階建てで、一階には、金州古城模型が目玉展示で、二階には、太古の昔からの歴史展示、三階は明、名。 真の歴史になっていて、4階は事務所である。金州福都島が門博物館が正しく、福都島へ門のではない。金州の町の中心部の陽精街道を民主街二百255号にあり、ここは歴代中国の中央政府が金州地域を治める代表者を派遣して住まわせた場所であった。日本時代には、 金州警察署があり、1949年後は、金州公安局がここにあったが、1999年に、引っ越して、金州福都都江門の博物館になった。正岡式が、日露戦争末期に従軍記者として、金州を訪れて読んだ俳句、行く春の酒を玉春陣やなりの句碑は、この敷地の北西宮にあり、一般公開されてないが見ることはできる。中、なお、 両寧賞には、金州博物館と似た、発音の金州博物館もある。ありがとうございます。